島原半島ジオパークは長崎県島原半島にある雲仙火山を中心とした島原市、雲仙市、南島原市の行政区域をもって構成する日本のジオパークである。2009年に新潟県の糸魚川、北海道の東野ス臼山とともに世界ジオパークとしては日本で初めて認定された。島原半島ジオパークは中央に 世界有数の活火山である、雲仙火山を要する世界ジオパークである。雲仙火山は有史に3回の噴火を起こし、1792年の島原大変日後迷惑や、1990年から約5年間継続した噴火とその長期災害など、人々の暮らしに大きく影響を与えてきた。しかし、繰り返し生じる雲仙火山の噴火に向き合い、 その災害から何度も復興し、雲前火山が作り出す大地の恵みを活用しながら、生きてきた人々が暮らす、活火山と人との共生が、テーマのジオパークである。2008年にジオパークの範囲にあるすべての、地方自治体と、ジオパーク活動及びその推進事業に協力できる、商工、観光団体、公的団体、博物館的施設、ガイド団体、 地元マスコミなどによって構成される、島原半島、ジオパーク推進連絡協議会が発足。2008年に、日本最初の日本ジオパークネットワークに加盟し、翌2009年8月には、東野古臼山、ジオパーク、糸井川ジオパークと共に、日本初の世界ジオパークネットワークへの加盟が認定された。白土と、美山雲泉温泉。ありがとうございます。